始まるよ。外側ですか、内側。内側。内側。あ、そうだね。ですね。舐めちゃって、しばらく、あんまり舐めさせないようにして、くさぶたになっていったんですけど、また戻ってきて。肌の色は割と良くて、多分一番悪い時よりはいいんじゃないかな。体重測るよ。人間。ちょっと待って。逃げられない。どころか捕まった。食べてたのはいつ頃からですかね。おとなしく診察を受けます。足はどうですか、なんかかばったりとか。特に大丈夫ですかね。膝の方がじゃあ調子を良さそう。よし、終わったか。終わってなかった。一応あれですね、ここの内股に関しては、でも2、3週間続いてるようだったら、やっぱりちょっとお薬は使った方がいいかな。で、やっぱり縫い薬とかだとちょっと慣れちゃうんで、抗生物質とちょっとだけ痒みが見えて、少しステロイド系の薬がして、ちょっと痒みを忘れてもらうのでね、炎症ムズムズをちょっと抑えていく感じですね。はい、どうしてもやっぱり舐めるとまたそこがムズムズして、また舐めて、でまた舐めると、時が過ぎるの、じっと耐えるのみ。はい、だからお薬ちょっと出しておきますのでね。はい、2日目からは進む肉でんで飲んでますの。でかいですね。でかいですね。あの子言ったでしょ、舐めるって逃げ行ける。頑張った麦に先生がお土産くれたの。おいしいやつかな。いけそう、食べられる。おお。誰くれたの。口入れます。え、あがが、マオリコ、マオリコ、こっくん出てきてないから、なんかあるな、ここに高いのか。飲んだ。あ、飲んだ、えらいね。飲んだ、薬かよ。飲んだな、麦、えらいね、アリコちゃん。くっついてないよね。あ、早い、アリコちゃんだ。すごっ。もうすごっ。麦の絵描き歌、持ち入り巾着ありました。穴を開けて覗いたら、お餅がポニュッと飛び出した。あらあらびっくり、お目目が回る。つまようじであんな塞いだら、食後のデザートさくらんぼ、あっという間に麦ですよ。ご視聴ありがとうございました。